はい、皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。高橋みともでございます。今回は、仮面ライダーと、新戦隊キラメイジャーの感想動画です。ということで、まず仮面ライダー枠からいきたいと思います。ポケモンに関してはですね、6時半以降の、放送が6時半、6時なんですけど、東北でやってるのが、別日なので、あと一周差なので、Hulu とかで見てるんですけど、なので、6時半以降だから、7時前には撮影して、あげたいと思います。で、今回は、スーパー戦隊と、01の方ですね。で、まず01の方から、26話から29話までの話です。ざっくりと29話までちょっとなんか眠ってたりなんだりしてちょっと見れなかったんですが、まあざっくり公式のあれを見てのざっくりな感想ですけど、何してんのと思いましたね。まあ一丁が甚大なやつも滅亡人材ネットをどうのこうのっていう回でしょ。で、第2章がお仕事編でしょ。ザイヤとヒデノって。正直言ってね、そういうやり方ちょっと失敗ではないけど、東京社会の目線から言うと、落ちるんじゃないのと。じゃあと、これ、思ったこと言いますけど、おもちゃの話もさせてください、これ。01のおもちゃって、何種類か出てると思うんですけど、プロライズキーだったらまだいいんですよ。プロライズじゃないやつ、プロライズキーなんだけども、なんか、ゴワゴワしてるやつ。だから、今日出たやつとか、アキト君が使ってるメタルっていうのはね、入手できねえんだよ。マジで。こっちは焦ったよ、ほんと。まあ、入手できたらいいけどさ、ちょっと、この時点で、この時展開が、難しすぎるんじゃねえのと思いました、正直。って思いながら、仮面ライダー01を見たいなと思いつつ、なんか、見れてない中の人の話でした。ひらめいてないんですけど、まずはですね、ひらめいてはですね、正直言って、成功なのか失敗なのかの範囲が分からん。正直言うと、成功かどうかは、役者次第という。ざっくりまとめます。1話から今日4話でしたよね。というか4話だったんですが、見た感じ、最初ちょっと結局見れてないって思いましたけど、寝坊したりとか、アトリーやってるので、お姉さんね、その関係でちょっと寝てて見れてないかって言わせたんですけど、でも謎が多いっていう、ちょっとモヤモヤしてる部分はありますけどね。まあ、ちゃんと見てない古市さんが悪いんですけども。あと、今まで秘密にしてたエンディング見た感想言うと、なんか、ひらめいじゃん、やつとちょっと似てるなって一瞬思ったり。まあ、オープニングだったらそうだから、そう。見てたら15秒の踊りっぽく一瞬見えない人がいると思いましたけど、あとミニトークもそこに入れてるから、それはいいと思うって感じで思いました。なんかざっくり感想なんですけども、なるべく見たいと思いますけど、テレビシリーズなるべく。てか多分ね、ちょうどちょっとこれ動画っていうか、
ウルトラマンが次に新しいのウルトラマン Z 出てるっていう話に、あれちょっとウルトラマン知ってる、ちょっと映画今シュッとコロナウイルスで紹介延期になってたりするっていうの多いので、何か出てるから嬉しいけど、ちょっとこれ人間の話が、まあ戦隊の話に一応ちょっとの話として聞きますけど、ウルトラマンの制作どうなんだろうね。早まったら結局ことが続くんだけどね、聞いてた延期だったりしましたけど、結局は続きに行くとどうなんだろうね。とにかく分子さん的にお願い、まず責任、これはマジで全員あげましたけど、ポケモンとスーパー戦隊とかちょっと更新時間が違うんですよ。夜6時以降でしょで朝でしょ、どっちかで行ってもどっちかできないのでね、こうなるので、これ交渉であれば4月からやりますが、当初だったら毎日はしますので、これどっちにしても聞きますが、まず毎日日曜日は3本にして投稿するか、こうやって動画を2本に分けたっていう悩んでるっていうか、ね、悩んでるところなんですよ。それもアンケート取りますので、こちらの人にしておくと思うので、ということで、まあ仮面ライダーなどの実質いろいろ合わさったくじみたいなこともありました。感想動画でございました。ということで、皆さんご視聴ありがとうございました。